建設中の北洋大通センターと、大通公園札幌駅前通り地下歩行空間からの、出入口北洋大通センターは、札幌市中央区大通西3丁目にある、高層ビル。2010年3月31日竣工。同年5月6日にプレオープンし、9月23日に、グランドオープンした。北洋銀行の本店ビル2月竣工は、老朽化が進んでいた。 1998年に破綻した北海道、拓殖銀行の旧本店ビルは、北洋大通ビルと改名して、長らく保存されてきたが、こちらも老朽化していたことがあったため、拓銀の生産が終結した後の2007年に解体された。総工費約180億円で、北洋銀行の新たな本部ビルを建設することとなり、札幌ビジネスセンタービルという仮称で計画を、 進めてきた。正式名称が決まり、2008年3月に着工した。前述の通り2010年3月に竣工し5月6日、プレオープン、仮店舗で営業していた大通支店が5月6日に復帰したのに続き、2010年7月までに北洋銀行の本部機構を本店ビルより移設。9月23日に2階から4階部分が開業し、グランドオープンした。 2011年1月11日に本店営業部も移転し、大通支店と統合される。なお移転後の本店ビルの扱いは今後検討すると、している。敷地面積は4700平方メートル、総うか面積は59000平方メートル、規模は地上19階、地下4階、最高高さ96メートルで、オフィスビルとして、大通地区では、 初の高層ビルとなる。外装は鉄骨、鉄筋コンクリート造りで、窓ガラスはダブルスキン構造を採用。空調は自己熱源複熱方式。札幌都心町づくりにおける賑わいの軸と育みの軸が交差する位置にあり、賑わいの拠点となる。テナントオフィス部は1フロア1700平方メートルの部柱空間都市4164坪。 供給する。2010年度の札幌市における新規供給オフィスは、このビルのみとなる。札幌市営地下鉄大通駅に直結するほか、地下2階の札幌駅前通り地下歩行空間に接続している。地下2階と地上1階から4階は、約30点で構成される、大通ビッセという商業施設となる。1999年に、 法人解散し、生産会社となった宅銀はここで、生産事務を行っていた。札幌ビジネスセンタービル新築工事着工のお知らせ、株式会社北洋銀行平成20年3月10日、北洋大通センター着工、札幌経済新聞2008年3月13日、北洋銀本店来年1月11日、移転大通センターへ北海道放送の本社に、 あったお天気カメラが移設して設置されている HBC ライブカメラ札幌都心部ありがとうございます